どうもこんにちは、どっかくんです。ふつうかです。本日はこちら、2022年自衛隊に入隊するとき持つべきアイテム。もう間もなくね、4月入隊のね、隊員さんたちがね、いらっしゃるんですけれども、毎年ね、コメント欄で、まあ、持っていくね、紙はいただくんですけれども、それ以外にも、何かこう、持ってったものが、方がいいもの、ありますでしょうかみたいなね。それでは早速、言わせていただきますよ。これ、おさらいもちょっとね、兼ねます。まずは1枚目、こちら。ドドン！白靴下と黒靴下。まあ、5枚ぐらいがいいんじゃないかなと。ね。言います？これなんで今回ね、これちょっとおさらい的にこの当たり前っぽいものを言ったかというと、はい、今、新隊員ってね、外出できないんですよ。下手すると。ああ、まあまあそうですね。なので、この状況だからね。はい。駐屯地の売店以外の、ちょっとこう、靴下みたいなのが、もしかしたらこう、足んなかったら。ただね、売店でも買えます。ああ、そういうことね。はい。売店でもあります。ただ、外で買った方が安い時あるよね。安い時。まあそうですね。それはそうです。はい。あとお気に入りのちょっと厚手とか。ですんで、今回ちょっとそういうのも入ってます。ちょっとだけ厚い方がね、足豆できなかったりするかもしれないけど、まあ薄くてもね、OK。5枚。雨とか洗濯機めっちゃ混みます。ですんで、まあちょっと3、5ぐらいあればね、間に合うかな。白は何で？白は、走る時。あー、結構駆け足するんですけど、まあ、走りやすい、あなたに合う靴下。もうあったかもしれない。スポーツっぽいのね。いけるやつ。はい。続きまして、メモ帳。これは、正直売店にあります。しかし、まあ、100均とかで安く買ってもいいよっていう、まあ、これ確実に持ってこいってなってるとは思うんですけど、これ点検、持ち物点検とかね、たまにあったりしますからね。ティッシュとかね。ありません？ティッシュ、ハンカチ、持ってるかみたいな。あったと思います。ね、メモ帳とかね。まあ、みんなメモ帳ね、持ってるはず。ね、もう、どっちでなきゃダメなんです。そうそう。何にしろ。もう制服に入れっぱとかね。入れっぱ。で、こっちに入れっぱ。その役割をさせられるんですよね。取締役とか。取締役的なね。なんか、3つぐらいありましたね。班の取締りと、区隊の内務と、あと、区隊の取締りとかは、その、何時から何時はこれとか、何時に何集合とか、ね。そう、メモ帳絶対に必要なんですよ。そうな、班員同士で集まってね。そう班長からのね、通達みたいなね。僕の時もありましたね。廊下でバーって集まってね、それぞれの班がね、何時人を〇〇よりとか、事後の行動は何々って言ってこうね、班長から聞いてきた。はい、OK です。あれちょっとだけね、なんていうのかな、まだ18歳の何もでき、仕事こなしてもないんだけど、すごいこう、一国を動かす介入が行われてるような、わかんない達成感あるよね。だって、そこの伝達をミスったら、どえらいことになりますからね。それは、重大な任務ですから。なんか気持ち的にはサミット行われてるよね。そうです。全般超集まれみたいな感じでね。車前集合と車後集合。これね、ギリギリなんですけど、全然違いますからね。違いますよ。これ違ったらね、あれ班長来ねえな。あれ時間班長来ねえなってなってね。ね、大社の、車前じゃなくて車後かいってなった時のね、ありますよ、大変なことです、ね、ありますよ。車後5日続いたのに次の日車前とかありますか、ね、それ車速も出てきますからね。やばいな、いっぱいあります。車速、車速もございますよ。めったねえけどあるな。車速もございますから、続きまして、暗記マーカーとシート。これ意外になんですが、これ売店売ってたり売ってなかったりですけど、ほとんどさ丸暗記多いじゃないですか。これね、結構ね、僕の大きさもメモ帳と変わらないし、これ持ってって OK ですか。これあってもね、勉強不安な方や、座学のテストありますからね。あとまああれば蛍光ペンね、2、3色。続きまして、電気シェーバー、おわいいひげ剃り。普通のひげ剃りでいいじゃないですか。2枚刃よりは3枚刃。まあまあまあ。それがいい。3枚刃よりは4枚刃。今逆に2枚刃あるないべ。たまにあるじゃん。たまにある。安いやつだろ、100均の。丸腰で洗浄に行くようなもんや。あれは。いやいや、そんなことはない。つけて。ね。絶対に3枚刃、4枚刃とかいいやつ。ひげ濃い人は特にな。ね。大変だな。電気シェーバーとはいえ、一応ね、補助としてね、ひげ剃り持ってった方がいいですよ。剃り残しとかもさらにね、これあるんで。自衛隊で初めて髭剃ったかもしれないですね。そう、そう考えたらね。確かに。確かにそれもあるかもしれません。なんかそんな気がするな。なので、電気シェーバーだとよりね、早いんですけど、さらにこう、ビッとこうね、髭剃りと。もうこれがだってこれで決まるからな、朝。まあね、確かにね。剃り残しって言われるからね。ここで一日決まるよね。そうだな。
他ピシッと決まってるのにヒゲだけダメな可能性で売れたりして10回やらせる可能性ありますからね。これあったらちょっと、ちょっと一日の気まずいムードが、ヒゲ剃りはなきゃダメ。続きまして、トラベル用のお風呂セット、洗面、体拭きシート、歯ブラシなど、これは別にあれば、うん、ちょっとこう携帯用の体拭きシートとかあるけど、薬局の方が安いとか、洗濯ネットとか、まあでもこれも売店にあるかな、あれば。ネットもなんかね、書いてあった気がする、そう思ってた記憶あるもん。僕もね、1個買いました、うん、確か、はい、洗濯ネットね、書いてあった気がする。はい、続きまして、ダダン、ソーイングセット、縫い物っすね。ああ、これ縫い物は、うん、やつはくれるんじゃなかった、ね、っていうか、あったあった舞台で、うん、用意されてるパターンもある。ただね、ここで今カッコ書いております、うん、そう、去年も言ったかも、指通し、これがね、でかいんじゃないかなと。ここのネームの分厚さたるや、ブスってこう、うん、指にこう、うん、に逆流してきますよね。なんか1枚当てて刺してましたもんね。そうそうそう、痛いからね。舞台上のマジックテープじゃない方を使ってやってたわ。分かる分かる、痛いから俺。そうあとさ、多分やってる人いるけど、こうネームあるじゃない、分厚い、うん、ここ生地分厚くて刺さんないんですよ、うん、その角の一番硬いところを上に乗せて、ね、そうこうやってこうね、痛いから自分で自分のネームの端で押すみたいな、なんか工夫してやってましたよ、痛くてたまに折れんのね、折れ折れ折れ、ちゃんとやんないとね。とんでもなくこれ書いてないですから、これ、まあ、あった方がいいけどね、これあったらね、作業時間だいぶ違う、ね、指通しあると指通し、ね、クッと刺さる、なるほどね、小銭入れ、小銭入れ、うん、ね、青ジャージとかでさ、新隊員ジャーセンとかでこうエッチエッチエッチねとか歩いてる、はいはい、結構こう財布だとこうボイン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 、なんかもう小銭入れとかの方がこうちょっとした行動の時にはね、これまああればでいいと思うんですけど、続きまして、長距離走用のシューズ、駐屯地結構アスファルトの上走りますよね、ちょっとこうクッション性のあって、かつ長距離めっちゃ速く走れるやつ、これがいいんじゃないでしょう、うん、別に1万円以内で十分ね、ありますよ、全然大丈夫、私なんてもう中古中の中古で来たから、多分残り2キロぐらい走ったらもうこの靴終わんじゃないかなみたいなので、もう僕スタートしますから。私もだってなんかよくわかんないリーボックのランニングシューズじゃない、クロストレーニングシューズで来ましたからね。なんでだよ。なんかね、違う、そのリーボック普通に買ったらランニングいや、そうそう、なんかわかんない、クロストレーニングシューズ、なぜかほとんどでもさ、その長距離用の靴で、ね、半長化以外は生活するみたいな。そうですね、ほとんど半長化か、もうこの長距離靴かなんすよ。確かに、よく見たら途中からそのクロストレーニングシューズどこ行ったか分かんないよ。俺、僕のクロストレーニングシューズどこ行ったか覚えてない。覚えてない。ダメだ、これ。多分そうでしょうね。多分諦めたでしょうね、それはね。せっかく買ったのに。そうです。これ、結構、成績に響いてくんで、リーボック買うにしても長距離を買いますよね。ちゃんとしたランニングシューズ買いこう。私のよく分かんない、ゴツゴツのやつ。はい、続きまして、うん、ただ、時間を合わせられる腕時計。ね、前も言いましたけどね、うん、私焦って、まあ書いてあったかな、なんか手ぶらで行ったんですよね、ギターだけはしょったんですけど、俺もね多分時計持ってってないもんね、うん、あ書いてないかも、書いてないかもしれない、あと言われるんだよ、あと言われた気は気にすんで、うん、で僕売店で、まあみんななんか売店とかなんかそれぞれ持ってきてたりしたんだけど、売店で一番安いね、ブルーのね、アナログの、うん、さらには秒を合わせられないっていう時計を買って、地獄規制の時私押した振りっていうところにね、うん、前期はやってました。俺もそう、なんか安い迷彩の腕時計って なぜかその時計にコンパスついてる、使えるか使えるか分かんないよ。で合わせられるの、合わせができんの、いや俺覚えてないな、コンパスついてんのにさ、時刻規制できなかったらさ、まあでもバレないようにね、まあ、そうバレないよ、あの時のねこう油汗感ね、あれだよね、俳優の学校養成所かみたいな、地獄規制の時の緊張感ね、全然合ってない、ね、全然合ってないけど、まあ普通に安めの G-SHOCK とかでも普通に5000円とかで買えるからね、いや今もそんな安いんですか、5-6000円買える買える、1万しないんだ、一子とかになってて買いましたもん、ああ G-SHOCK ですか、の一番下のモデル、はいはい、確かね6000円ぐらいです、5000円ってそうですか、はい、なんか謎の時計はね、半月行った時初めて買ったね、半月で買うなよそれまで新体時に使ってたその謎の時計使ってたすげえ、そのまま突き通したの普通か、そうすげえ、なくてもいいんですよ、なくてもいいやっていけるのそれはダメ、自己規制欲しいよね、まあ、もちろんもちろん秒は欲しいよ、もちろんもちろん、これ別にデジタルでもアナログでもいいですよ、うん、秒まで合わせられる、そうですね、そして次、これまああればですけど、ポーチの小さいやつあるいはジップロック、
どういうポーチですか？レフトポーチ100均とかでいいと思うんですけど、激安で、ハンコとか通帳とか、結局キャビネットの中に入れるじゃん。なるほどね。あれ、急ぐときさ、大事用、それ大事用のハンコなくしたらまず死んじゃうんだけど、ハンコと通帳、そういう保険証とか、なんかそういう初めて18歳でさ、口座作ってさ、確かに通帳とかあれ絶対必要なんで、その大事な物入れをキャビネットの中におそらく入れることになります。金庫ビニール袋に入れてたのかな覚えてない。それバブルなんかそれバラバラやした。何かに入れてたんです。続きまして、これまあ好みです。ルーズリーフ。ルーズリーフね、売店で売ってたとは思うんですけど、なかったらもう外出できないと、こう勉強するときとかさ、順番変えたいときとか、ルーズリーフ派の人ノートでもいいよね。続きまして、ドカン、マスク、ウェットシート、綿棒、爪楊枝など、まあ、これも売店で買えるんですけども、まあ、もし出れなかったらね、マスク多分ね、白か、あと訓練中白じゃなくて黒とか、色統制あると思う。多分黒の間違いない。どうなんですか、決まってんすかね。そういえばそのマスクって中東じゃ黒が多い。黒が黒、迷彩じゃないんだ。迷彩でもいいけど、だからこれ外部でもうすでに持っていきたい人は、もしかしたら今の紙書いてあったのね、色書いてあると思います。もしかしたら、いい感じの自分の黒マスクをもうね、2、3枚持っていけばいいかなというところですよね。まあそうね。でウェットシート、まあ別にこれいくらあっても整備とか、まあより安く仕入れたい方は、ね、綿棒とか爪楊枝もそうなんですけどね、掃除用、掃除系で。続きまして、化粧落とし。薬局でね、もうね30枚セットとかさ、まあまあ使わないですよね。薬局のでっかいさ、こうスポットとか、でっかい、ハンガー。これ、私ちょっと現役の時思ったんですけど、ハンガー見てもらうじゃないですか、まず。なんかついてた気がするっすね。ただ、若干足んなくないですか、日によって。タオル干す。そうね。こういうね、制服のズボンをね、こうパシッて挟めるさ。そうです。全国で多分そうだと思うんだけど。あれそうだったっけ。僕もこうだった、これでしたよ。嘘。いや、違う。違ったね。挟めない。あ、そう。挟めないハンガー。だから制服の場合は、ちゃんと、ピタッとやらないと、プルッソスーッと。アイロンかけたじゃんっつって、すぐとそれあるよ、ね、見てシワなってないよねっつって、あるよね、せっかくアイロンかけた、つるん、地獄つるん、あそう、ちょっと浅めにかけちゃうとつるんっていくから、あまりにもこうさ、アイロン決めすぎるとか、うん、そう、摩擦なさすぎて、そうな、なります。もうなんかうどみでなんのしゃ、ね、あれでもスーツもそうですからね、ズボンをこうパシッとできるやつ以外はもうほぼ使わないと考えてもらっていい。だからこれちょっといいっていうか、肩幅ちゃんとあって、これが欲しい俺は。これでもハンガーの中で高いことだからね、ちょっとね。プラスチックでいいと思うんだけど、プラスチックがあったね。俺の完品これだから、プラスチックなんだ。ここにいろいろさ、装具とかもさ、まあまあまあ使う、挟めるんですよ、将来ここで干す時、団体とかさ、ね、剣止めとかもここでピタッていいからね、これ剣止め何でもいけるから、まあまあ何でもいけるね、挟めるもの、これが欲しい。確かにね、これね、ちょっと予備で、まあ、3つよ、4つぐらいあれば買わせてちょうどいい。ね、こちら、ダダン、延長コード。延長コード、これはね、歴代ずっと言ってきてますけど、これ舞台によってなんですが、延長コードね、ありだったら、もうぜひね、こっそりとは言わなきゃね、こっそり。これは何に使うの？これ私ね、苦労したんですよ。何に？というのも、部屋のコンセントの位置が、ベッド近い人と、ちょっと遠い人いて、僕部屋中央だったんですよ。ああ、そういうことね。でロッカーでもうコンセント埋まってるというか。なるほど。だからないんですよコンセント。でもみんな寝ながらさ、なんかショートオフとかさ、充電しながらこう携帯触れるじゃない。俺が触れないっていうね。だから大体部屋の端にコンセントあったとしたら、部屋の真ん中だとしても2メートル、1.5 メートルぐらいあれば、まあ届くのかなっていう感じですね。霧吹き。霧吹き。この空の霧吹きね。アイロンの意的なことですか。新単位はダメじゃないですか、水のみなんですよ新単位でね。私の部屋の蒸気のタイプなんですよ。うん、うん、だから水別にいらないっちゃいらないんですけど、うん、使い回しのアイロンだから、うん、蒸気出ないっていう班の、うん、蒸気壊れてるっていう部屋があるの。水のとこついてるとかね。そう、あるそうなるとなんかもうスプレーもないってなると困るんですよ。だから100均の空の霧吹き誰か買ってきてたよ。痛めそんな子ね。あとなんか教育隊のお風呂みたいなポンプあんだけど壊れてたりする。隣の班から借りる。だからこれ買ってくる人いますよね。続きまして、あここね、ごめん延長コード2回書いて俺。いやもうじゃあ2本して絶対2本ね。やべやべ急いだのかしらね。全2本です。延長コード、霧吹き延長コードです。2個ある。
2個あれ、これでもあれだぞ、住人部屋で1人2個持ってたら20個あるから、いらねえぞ、ね、それはいらない、転ぶぞ、それはいらない、引っ掛けてな誰かの携帯壊れる、どんだけ電力いや、本当よ。そして最後です、うん、こちら、ポータブルスマホ充電器。これはまあ今の時代的に、まあ、みんな持ってるんじゃないですかね、持ってると思いますけど、うん、もしかしたらあのちょっとアイロンでコンセント埋まってるで、延長コード誰も持ってきてないで、充電とかいろいろ電気も使っちゃってる、うん、っていう時はもう、そういう時はもうね、自分ベッドにもうポータブル電気でこれですよね、充電なくなるもんね、昔のガラケーよりね、多分 ね、 ね、 ね、映画とかさ、うん、スマホの映画、ネットフリックスとか、そういうこと、そう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 、そういうこと、見まくると思うんですよ。ああ、そうね、みんなで一緒にテレビを見るっていうことがもうないのか、昔よりな、そう、10人が10人朝飯食い終わって用意するまでにおはスタ見るとかないんだよ、もうないんだわな。僕の時いまだに記憶あるもん、軟式グローブさんがやってます、学校行こう、学校行こうね、そうだよ、あ、そうだよって言って、うんですね、もうみんなあの範囲でも 大爆笑です、ね、それがないんだよイヤホン、つまり結構見る携帯、スマホ見ることになると思うんですけど、あんまり音とかさ、あ、そうですよね、今なんならね、 Bluetooth イヤホンとかね、今ね、ダイソーにも確か売ってるんですよ、ああ、はいはいはい、数百円、数百円、ね、Bluetooth とかだとなおさらもしかしたら楽かもしれません、うん、なるほどね、これがですね、ちょっとグレーだと思うんですが、はい、ポータブル Wi-Fi ルーター、もう、もう今もうなきゃダメなのか、つまりスマホは見まくってこうギガ数がいっちまった、課金やべ、ね、親に怒られるね、Wi-Fi ルーターを中低で引いてないですか？ないですよね。パスワード、パスワード打つだけとかじゃないんですか？今わかんないけど。さすがに。さすがにダメ？ないですよ。スマートフォンありなら Wi-Fi ルーターもありなんであるまいか。これはちょっとすみません、一応地方の方に確認してみてください。それぞれね。そして、最後、これもう毎回言っております、外出時のためのお気に入りの帽子。ね、多感な時期にこう外出っていう時にこう、あっしゃー行くぞーってこうね、自分の中でこう最高のね自信でもってこう出ていただきたい。私の時はもう帽子持ってってないから、もうこう、あ、そう、帽子持ってってないんだ、はい、へえ。そしたら偶然初外出の時の電車で、うんうん、俺、私あの高校の時あの一応高3はもうバンド部ですからね、あ、そうか、髪ちょっと伸ばしてるじゃないですか、 それが坊主になって、で帽子買ってない、うん、はっはっってなった初外出で、うん、もう偶然にも3月まであの、うん、学校にいたクラスメートの女子に見つかってしまったんですよ、うん、電車で、うん、そしたら、あ、私の専門学校の友達の誰々ちゃんとかって、うん、俺はその子は知らないんだけれども、はい、そしたら、あ、はっ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 、うん、あの、こういうはずではないんです、こういうはずではない、こういうはずではないんですつって、あー久しぶりだねみたいな感じで、もう携帯でね、あの高校の時はこういう感じなんですっていう、もう言い訳から入る、見苦しいね圧倒的に見苦しい見苦しいよ、そうよ、バチバチに決めたね、帽子で行ってみてくださいと。俺それこそさっきのトラベル的なやつで行ったんですよ、はい、最初、うん、そう書いてあったはずだから、そのシャンプーとか、うんうん、ボディーソープとかあるじゃないですか、はいはいはい、あ、はっきり足りないじゃないですか、足りない足りない、それじゃ引率の時に100均で全部それ出すわ、うん、洗剤もボディーソープもシャンプーも洗顔も、うん、ガビガビダメそっちはダメだ、洗剤系はね、ちょっとあのいいものお気に入り、ひどいよ別に夏場なのに洗剤固まってたからね、出てこないよということで、ぜひこの中で皆さん、これは俺抑えたいなっていうものあればね、揃えてみてはいかがでしょうか、ぜひ皆さん参考にしてみてくださいまたやりたいと思います。ありがとうございます。はい。ギターあればいいんでしょ。おい。ギターのみ。俺だ。ギターだけ持ってってもらえれば。そうだ。あの紙もらった紙以外にギター持ってけば何も問題ないです。はい。俺それ確実に怒られます。俺じゃねえかよ。え？俺じゃねえかよ。やばいんですから。ギター、ね、自衛隊に入る人間がギター担いで行くんですから、世の中変えてやろう、あの昔のシンガーソングライターがギター一つで東京来るとかじゃないんですから、ね、そう、なんかどっかで聞いたそのいわゆる戦場のピアニストだっけ、なんだっけ、なんか映画ですか、戦場のピアニストの映画ね、わかんないね、ピアノマン、ピアノマンの話的な戦場のギタリストとしてね、戦場のギタリストじゃないです、いたんですよ、戦場のギターマンじゃないんです、戦場のギタリスト、なんでそれと思って入ったんですけどね、弾かせていただけませんでしたけど、それはダメですよそれ、小野寺さんのそれを許したら他の方、あと、ね、60人ぐらいいたのかんないけど、楽器持ち出しますからね、みんな長物持ってどうすんだよ、トロンボーンとか持ってきちゃった
音楽隊じゃない。トロンボーンやってましたね。音楽隊じゃないのに。やりますね。ギターはダメね。トロンボーン持ってってその後普通かって言われたら面白いけど。音楽隊じゃない。面白いですけどね。あとワールドカップかなんかやってたんですね。ああ、やつやつ。僕の時の入隊位置。新隊長。そしたら、区隊長が、愛国心を養う、時間だって言って、私たちが、なんか、何が始まるのって思ったら、この後、何丸何々より、日本戦、観戦しますって言って。いいです。うわいいです。いい、そう。家業として、ちゃんと試合時間を見せてもらった。いいの最高だったぜ。ない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 。まあ、その時負けたかなんかした後のこう訓練に戻る時が、ね、それは嫌ですね。ブルーですね。その後の区隊長やや厳しかった。悔しかったでしょうね。